じなんだよね。やっと着きました。それでは早速入ってきマーティン。ここいいとこですよ。有効期限は残念ながら少し少し不快なもなかでございます。あとはそういったものも紹介します。中根に行ったら有効期限はい、なんか福蔵がここのあのあれクーポン券にね、あ、そう、あの券、スタンプだといろいろあります。はい、あとこちらがあるの、3冊ぐらいだったんですね。いろいろですね、はい。ということで、もう一つララポート運に剣道高度を通じてきたらさ、3月のこっち春休みになる前に、うん、ちょうどお話です。はい、うん、いや、あの切り取りという形で私たち、あの中継を追っていたんですが、改めて選手のいろんな細かい動きだったり、引き出しの中で非常に楽しい試合でした。やってまいりました。みんなはこっちから行ってみる。いろいろありますね。はい。ここに来るの久々ですね。はい。ここでもいいところでございます。はい。いろいろな。お、無印良品あったあった。ありました。ありました。今夜は森のダイニング飲食店があるそうです。うん。無印良品カレーいいね。うん、服も、はい、うん、これもいい場所です、はい。HMV がある。なるほど、見えました。あ、ゲームセンターね。あれ、いや、ゲームはしないっすね。あんまりクレーン、コミック、ゴロゴロコミックか、はい、いいね。グリーンティー、お、グリーンティーいいです。あ、抹茶ね、抹茶入れるものはタダだからもらうんだよ。あ、本当はでも使わないので甘木。ここ回るとスポーツファッション満載、そろぎそろぎね。お、いい場所。さて、
なななな。美容に。スマホが。スマートフォンのカスタマイズ売ってるね。はい。いろいろね、はい。ションザラ見つけました。ザラも入ってみたいけどね、どんなのか。はい。はい、いやスタユニクロもだけどスタバもある。買ったことある。パンフレットあるかな。それでは3階に向かっております。今はい。3階の中にスーパースポーツゼリーの線が。いろいろですね。はい。これはですね。はい。着物とかいろいろ。待てよ。こことかノコズ、雑貨店、キャンプグッズ、あとはまあ高級なもの、あ、そろいそろい揃ってます。うん。ブラックフライデー期間中やってますね、はい。うん、お、ゆっさわやか、うん、スクラブ北村ね、はい、ダイソーは行ったことあるので、はい、キャップ、うん、スマート、あとはまあいろいろですね、はい、ここは、まだありますね、はい、いろいろ、はい、ワイモバイル、あとは保険作家、ここはイベントですね。北海道の物産展とスーパーヤオコーですね、はい、ちょっと急いで向かいたいと思います。あ、待って、蔵造り200円券ね、綺麗ですね、はい、後ろから見えますね、はい。